よしよしよし。で、開けてもらって、ここで R2。お、これで、ね、チャージ中で。はい、Apex。シーズン3がついに始まりました。で、とりあえずね、クリプトをもう買ったんで、クリプトを使っていきたいところではあるんだけど、まだね、一回も使ったことがないんで、このカメラ付きドローンとかね、あの EMP とかね、どんな感じになるのかな、ドローンとかは。あの BO4 のあのアウトライダーの、なんだっけな、フォークか。フォークみたいな感じのカメラになるのかな。あれが全員に見えるとか、そういう感じなのかな。お、来た。クリプトを選ばしてほしいんだけど、どうだろう、順番的に俺が1番ならいける。3番ね、3番はきついな。で、マップもね、新マップになってるらしいから、もう、ま、どんなマップなんだろう。もうあの前マップの面影ないのかな。よし、クリプトできたね。もう一回見よう。チームメイト、スパイドローンを 30m 以内で検知したものを確認できる。あ、じゃあ自分だけしかカメラは確認できないんだ。で、検知したものをね、検知、あの、ブラハのあれみたいな感じ？ブラハのあれ。あれでちょっともう伝わってほしい。わかんない、あれ。レーダーみたいな。お、じゃあ。ついにこれ、俺がジャンバスターだ。これが、うわ、何これ。え？草。え、電車。モノレールじゃない。どこ降りよ、待って。どこがいいかな、行きたいところが。あっこだわ。あのビル。あの、フォートナイトみたいな。フォートナイトの、あの、よく人が集まるビルみたいなところに降りてこい。よし。準備しよう。突入する。クリプトかっこいいね。クリプトかっこいいわ、なんか声が。まあ、見た目もかっこいいけど。じゃあ、到着かなと。よいしょ。で、とりあえず、あ、これ、拾っとこう。よし。武器が欲しい。まあ、とりあえず武器がないと生きていけないが、ノックダウンシールドばっかだな。オッケー。シールド、よっしゃ。あ、いいね。アルティメットあるよ。で、武器、あ、まだ2階がある。ここは？はい、おーっと、武器がある。で、P20。ストックエネアも。よいしょ。ちょっと使ってみようかな。どんな感じになるの？あ、違う。これじゃない。間違えた。こうか。これで？おー、え？空に目を放つ。L2 で飛行モード。誰かが、危ない、おーん、じゃ、待って、びっくりした、今。びっくりするわ、ちょっと待って、やめて、どこにおんの？いや、待って。あ、チャージ中とか出てる。あー、そういう感じなんだ。あの、いつもの秒数とかじゃないの？あの、ライフラインで言う、あれみたいな。全然名前覚えてないの。パスで言うグラップルみたいなね。パスで言うグラップル。オッケー、バックゲット。あと P20 ばっかなんだけど。ばっかってか P20 しかないんだけど、やばいな。とりあえずチャージを待って、おいね、エヴァエイトもちょっと強化されたっていうか、ここのアタッチメントが追加されたらしいから、まあ、あり次第使ってみようかな。飛行モードで、ん？直接水平、どういうこと？水平、ん？待って、わかんない。これどういうこと？上には飛べないのか。L2、×、×で行けるのか。L2 水平モード、どういうことかよ。直接、あ、そういうこと。カメラにこう向かっていくモードか、L2 でこう水平に移動できて、カメラだけ適当にできるモードかってことね。そういうことか。で、これで、一応見れることができると。これでも、あ、いいんじゃん。ここいるよ。あ、すげえ、マーキングできる。あ、すげえ、あ、やば。勝手に見れ、あ、壊された。強いね。強いわ、これ。これ、こいつがティンヘルとか持ったら、やっぱりリチャージも、早くなるだろうから、溜まり次第、あ、EMP 溜まるの早くね？めちゃくちゃ早いじゃん。バツやって、空から見てて、多分ここら辺いるから、適当に飛ばしとくのがいいのかな？結構、探知能力が高いなら、すげえ上から、見つから、あ、違うか、見方か。見つからない場所から、見てあげたら、だいぶ強いけど。これは？ドローン読みます。あー、で、すごっ。え、すごくないこれ。楽しいんだけど。ちょっと違った楽しさがあるわ、これは。今までこんなキャラクターいなかったもんね、このカメラ。読み戻すとか、リチャージがないんだ。じゃ壊されなかったら、ずっと使えるってこと。その、今、操作時間みたいなのがあったけど、その操作時間がなくなる前に、こっちに回収しとけば、永遠に使えると。じゃあ強いわ。じゃあ強いわ、クリプト。カメラをうまく使えたらいいんだろうな。
それが難しいところではあるよね。ケアパケが落ちるから、ケアパケの周辺をこのドローンで見てあげよう。で、多分いる。多分いるはず。この近くに敵がいたから、ケアパケを取りに来ようと思う敵さんがいるはず。ここら辺で待機とかできないの？終了にしたら待機になる。これで待機？あ、ログアウト。ログアウトじゃない、ログオフか。あ、これでアウトライダーのホークみたいな感じ？あ、消えた？え、違うな。回収、ドローンまで。どういうこと？あ、で、操作か。え、あ、すげえすげえすげえわ。すげえ、これすご。これで、あ、敵が近い。OK。これで行くわ。どこどこどこ？どこどこ？待って、これで、このカメラをうまく使いたいところではある。いや、わかんねえな。いないな。ん？足音する。足音がするってことは近くにはいるけど、どこだ？ここら辺にいるな。ん？あ、おっと。で、これで教えてあげると。すげえわ、楽しいこれ。すげえ楽しい。このドローン、なんだろう、レインボーとかやって気分になれるよね、これ。26？ レインボー6？ なんだろう。あんまりレインボーはそんなに手を出してないけど、ドローンを操作する、ドローンを操作する能力があるんですよ。能力っていうか、そういう操作があって、敵の位置を確認することができる。だけど、それに似たものがあるよね。クリプトの、このドローンも。でも、リチャージ中だから、今、使いたいんだけど、どういうこと？え、そこにいんの？え、待って、どういうこと？で、え、待って、なんでこの電車動いてんの？待って、電車、待って、やばい。これ、待って、これ EMP にドローンが、どういうこと？ドローン出してってこと？ドローン出して、で、EMP が R2 か。あ、この自分の出したドローンの周辺で EMP が爆発するってこと？ん？どこだ今。どこで反応した？これね。ここで爆発する。あ、壊されたのか。壊されたのね。まあいいや、エヴァで行くか。オッケー。逃がされ。こっちか。こっちだ。オッケー。行くぞ。オッケー。よいしょ。オッケー。で、リロードして。やばい、レースやばいな。オッケー、任せろ。オッケー。やべ、オッケーじゃねえ。全然オッケーじゃない。よいしょ。オッケー、ナイス。で、やべ、おったな、今。ここで戻って、痛い。やばい。ちょっと待って。ちょっと待って。ここでシールドゲットしたい。シールド、オッケー、紫シールドゲット。ナイスキル。え？光線中？ナイスキル。よし。完璧。で、これで、こうやってね、いいものだけを拾ってって。ん？待って、何？ドローン検知。ドローン検知。敵がドローン使ってるってことこれ。あ、待って、いる。ここにいるな。ナイス、壊し。じゃ、この状、待ってよ。敵が近くにいるから、俺もちょっと見返すか。見る返しって何？見る返しって何？こっから見れる。これダメか。どの距離までがいけるかよね、これ。どの距離からなら、ターゲットとして味方に教えれるかどこ。ここか。いいね。結構見れるね。ここダメなんだ。30メートルぐらいか。25とか30ぐらいまででやっと、壊されたか。これ壊されたら、技が使えないから、きついよね。よいしょ。あ、待って、別分隊がいるな。別分隊がいる。なんか違うとこから撃たれてるわ、俺。これさ、ドローン投げて、EMP をさ、やりたい。EMP を起動させたい。OK、俺だ。ここで ?OK、え？これでできたの？壊された。先に壊れた。で、えっけ、暗い。オッケー、直弾した。オッケー、よし。アークスター地獄だぜ、ここは。よいしょ。やばい、俺が暗い。あ、そこにいんの？待って。いろんなところにいるんだけど。とりあえず、レイズ回収して、レイズ、あって、これ、ドローンがうざいな。ドローンが常に俺を見てくる。どこだ？どこに、あー、危ねえ。これ、あー、きついな。きついな、ちょっと待て。一回、危ねえ、ウィングマン？違う、ウィングマンじゃない、トリプルテイク？待て、一回引いて、一回回復、挟みまして、じゃ、ここ今厳しいな。くそ、どこで見てんの？オッケー、よいしょ、オッケー、うわ、やっべ、うわー、マジか。白シールドならワンチャンあったな。ちょっとね、ドローンの使い方がまだ下手だな、俺の。ドローンの EMP が、R2 で書いてたから R2 でいいと思うんだけど、ちょっと使い方が下手くそ。ちょっとうまくない。もうちょっと EMP の使い方でちょっと練習しないとダメだな、これは。よっしゃ、第2試合。そこはどこだ？なんか建設現場みたいな。どこ？あ、待って、あ、ん？どこそれ？仕入れ工場？
仕入れ工場とか、でもなんかバンカーみたいな感じだよね。でもこれステージ違うんだよね。違わないのかな。あの前と同じマップでってこと？違うよね。こんな形してたっけ？うん、違うと思う。わかんない。全然そこら辺はわかんないけど。こうとりあえずどこに行こうかな。ここに行こう。ここに行きまーす。チャージライフ。チャージライフってこれ新武器だよね。あ、ヘルメットね。どんな感じこれ。言ってみようかな。ういや。自分のコメントにはびっくりしたわ。どういうこと？どういうこと？こう、何？こう、ん？一番でかいのが当たる前に焼けてるんだよな、これ。見た感じ。どういうこと？ちょっと持続ダメージ、ダダダダダって打ってから強いのを一本ボーンみたいな感じなのかな。ちょっとチャージライフル持っていこうか、今回。チャージライフルの実力も見てみたいし、もう残り部隊半分。早くない？もう10部隊か。とりあえずチャージライフル使ってみたいんだけどなぁ。まあどうせ生き残っ、あ、いいね、角間があった。でもなんか扱いがスナイパーなんだよね。スナイパーストックがつくから、もう最初つけとくか。どう、いや、遠距離部、お、何これ、ちょっと待って待って、何これ、攻撃していいの？はいはいはい、硬くね。お、落ちた。カーゴボット、カーゴホット。これは開け、ん？何これ？どうすんの？これ殴るの？おー、壊れた。あー、ケアパケみたいな？前シーズンの恐竜みたいな感じなのかな？そっちか。近くに？ん？家の中にいるってこと？それ。標的を確認、だいぶ近いよ、それ。家の中、ちょっと見てみようか、俺は。え？家の中ってこと？じゃあね。この中、待って、じゃあ敵がおるなら、いい感じに EMP をかましてやりたいところではあるけども。え、どこにいるの？君らが見つけて、俺が見つけれてないとかいう謎の事態。あ、待って、食らってんな。ここで、よしよしよし。近づいてって、よしよしよし。開けてもらって、ここで R2。お、これで、チャージ中で、どうすんの？え、あ、これで終わったのか。で、これで戻って、待って、あ、呼び戻しちゃう。あ、間違え。あ、壊されたのね。オッケーオッケーオッケー。待ってよ。慣れないな、全然慣れない。あっこで、回収しないで置いといたら、ちゃんと見てくれるのかどうかっていうのを見たかった。待って、これ違う。これチャージライフル使う。チャージライフルを、と、これで、これ、あ、行くね。最初の今、何、初期弾みたいな。ウィーンってやつで今40削ったよね。最後のでかいのがどれぐらいのダメージかがちょっと気になるけど。あいつ、金アーマー。金アーマーきついな。おっと、危ない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 。いや、待って、別部隊きついわ。ちょっと逃げよ。別部隊きつい。別部隊はちょっと、多すぎるわ。危ない危ない危ない。大丈夫、パス。え？ナイスナイス、びっくりした。俺のカメラいつ発動したのって今思った。うわぁ、待って、あ、ダメダメ、きついわ、きついきついきつい。きついきついきつい。きつい、これきつい。これ死んでる。待って、きつい。どうしよう。これはきついぞ。逃げたい、めっちゃ逃げたい。こっち側に逃げよう、一回。こっち側に逃げて、痛い。いくらライフがあっても足んない、こんなシールドセールが。待てよ。まあ、でも最悪ドローンで確か回収できるらしいから、それも一回試して。嘘でしょ、ちょっと待ってよ。待て、どうしよう、どうすればいい、これ。どうすればいい、どうしよう。痛。負けた。でもクリプト楽しいな。 EMP がね、こうチャージして使うんだ。いや、難しいわ。もうちょっとクリプト上手くなりたいね。上手くなったらだいぶ使えるキャラクターなりそう。カメラとしてもね、だいぶ強いし、味方にも教えられるし。よし、とりあえずね、クリプト、ドローンをね、うまく使えたら、相当かっこいいんだけど、まあ、かっこいいんだろうけど、ちょっともう全然、まだね、まあ、これはまだ2回目だからね、ちょっと甘く見てもらって、まあ、次、ちょっと、上手くなったらね、動画にしようかな。優勝してね。優勝して、いい感じにかっこよく決まったクリプト動画を、次は、きっと上げてるはずだと、まあ、それを期待してください。ではご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。